ブルーミングラジオステーション。監督の皆さん、ブルラジパート3がスタートしました。今月最後のパートということで、引き続き陣内さんよろしくお願いします。お願いします。それではパート3はこのコーナーをお届けしましょう。満開ファンレター。このコーナーでは監督の皆さんからいただいたメールを紹介していきます。はい、ということで、どんなメールが届いているのか紹介しましょう。監督ネーム夏空クリームソーダさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井さん、陣内さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は陣内さんが演じる満開ステージ A3 の天満を見て、スメラギ天満という存在だけでなく、うん、エーステ A3 という作品全体のファンになりました。ある時、家に遊びに来ていた友人がたまたまサブスク配信で満開ステージ A3 スプリング&サマー2018を見つけて、エステは最高だよというので、うん、その場で、みんなで見始めました。うん、当時私は A3 時代を知らなかったのですが、うん、釣られて見ているうちに、最初は俺様天満様だった天満が仲間たちを気遣えるようになり、泣きながらも懸命にトラウマ克服に挑む姿に感動して、うん、一瞬でハマってしまいました。ありがとうございます。以降は原作もやり始め、エステも毎回必ず見に行くようにしています。特に夏組は日替わりコメディだけでなく、舞台袖や水を使った予想外の演出も多く、毎公演とても楽しみにしています。もちろん今度のフォーライも無事チケットが取れたので、友達たちと見に行くのが今からとてもとても楽しみですという。ありがとうございます。ありがたいな。いや、そうですね、こうやってなんかこう A3 とか A ステの輪がどん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 、すごくないですか。すごいですね。友達ん家でたまたまついて見てて、はい、普通そういう時ってあんまり興味ない時って携帯見たりとか、そうですね、でなんかもう、はい、ね、耳半分とかじゃないですか。確かに。なのに、はい、最初は俺様天満様だったところもちゃんと見てそうですね、しっかり見てくれてるじゃないですか。もうちゃんとありがとうございます。最初から最後までね、嬉しい、食い入るようにきっと見てくださって、はい、そっからハマってくださったということで、帰り道クリームソーダのも、いや確かに、ね、ありがとうございます。 いやいいですね、僕もちょっと飲みたくなっちゃった、はい、久しぶりにありがとうございます。続きまして、監督ネーム R さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井さん、陣内さん、こんばんは。こんばんは。 こんばんは。陣内さん演じる天満くんの歌う真夏の太陽がとても好きです。トループライブの時とても感動したのをよく覚えております。陣内さんはどのように意識して歌われましたか。また酒井さんも咲夜くんのキャラクターソングを歌う際はどういったことを意識して歌っていらっしゃいますか。教えていただけると嬉しいです。お来とっても期待しておりますということで、真夏の太陽パート2の時にね、はい、昨日のお送りしましたけれども、はいはい、僕はそうですね、作曲してくださったゆうさんが、はい、お世話になっております。ゆうさん、お世話になってます、はい、本当にね、真夏の太陽の歌い出しは、はい、セリフを喋るように淡々とっていう、歌としては難しい要求をしてくださったので、もうそれお答えできるようにまあボイトレ通ったりして、その自分が何でしょうね、伝えたいようにゆうさんが求めてるように監督に届けられるようにっていう、なんか練習をしたのを今すごく思い出しました。確かにその歌というより なんて言ったらいいんですかね、こう語りかけてるような感じの印象、僕も真夏の太陽最初の A メロって言いますかね、はい、そうですね、はい、歌詞もまたね、あ、ルイセンに来ちゃうんですよ。いや、歌ってる本人なのに歌ってる本人泣かせに来ちゃって、ユウさんがなんかすごくしみるというかなんかなんだろうな、うん、エモいっていうこう一言で片付けちゃいけないんですけれども、うんうん、なんだろう、なんかどの世代にもこうなんか刺さるような、うん、なんか曲ですよね。 いい曲を作っていただきました。天満のちょっと弱さというかね、うん、普段見せないようななんか弱さみたいなところもちょっと感じられて、そうですね、素敵な曲だなって思うんですけど、僕ちなみにキャラクターソング歌うとき意識してるのは、昨夜の場合は結構その言葉を大切にしてるようなこう気がしてるので、一つ一つのこう単語というか言葉っていうのを優しく、そして丁寧にはっきりと、まあ、曲にもよるんですけれども、うんうん、伝えるように、なんか言葉を大切に伝えるっていうところを、まあ、意識して僕は歌わせていただいてるっていう。でも酒井さんの咲かせるっていうワードって、はいはい、昨夜にとっても、はい、この A3 にとってもすごく大事なセリフじゃないですか、はい、超ぶっちぎりで、はい、最強っすよね、酒井さんの、ありがとうございます、ね、はい、もう満開開花宣言でもう夢いっぱい咲かせようっていう、はい、
最強っすよね。バチンとこう咲かせるってワードが入ってきますもんね。いやあれすごいな。真夏の太陽にも入ってますもんね。あの俺らしく、あ、俺らしく叫ばいい、はい、とか、そうですよね。咲くっていうワードはね、はい、SE を通してすごくね大事な、はい、皆さんもぜひねそういったところ意識して聞いていただけるとまた新たな、ね、発見があるかもしれません、はい、よろしくお願いします。お願いします、続きまして監督ネームすみれさんからいただきましてありがとうございます。酒井さん陣内さんこんばんは。こんばんは、今月のゲストが大好きなエーステで大好きな天馬くん役をやっていらっしゃる、陣内さんと聞いて張り切ってお便りを書かせていただいております。エーステといえばもうすぐ4シーズンズライブがありますね、うん、私は本当に楽しみで仕方ありません。前回の4シーズンズライブでは、社風稽古がありましたね、うん、陣内さんが演じる天馬くんが演じるカポネが今でも忘れられません。ありがたい。組織のボスとしての威厳を出しながらもどこか天才役者としての天馬くんらしさも感じる陣内さんの演技に鳥肌が立ちました、うん、夏組で歌われた曲テンションアテンションも夏組らしく賑やかな様子が本当に素敵でした、うん、ここで質問なのですが、テンションアテンションで楽屋がうるさいって叱られるという歌詞があります。エーステのキャストの皆さんの楽屋は稽古場も夏組のように賑やかなのでしょうか。最近のことも含め何かエピソードがあったら教えてくださいということで、ちょっとねパート1でも、はい、パート1でしたっけ、でもね、うん、お話ありましたけれども、どうですかね楽屋がうるさいって叱られるは完全に実話を元にした歌詞ですね、はい、これは、はい、そうなんですね。実体験というか楽屋がうるさいんです。まさにこうね男子校の楽屋じゃないですけれども本当にそうなんですよみたいな感じで、はい、はい、いいことですね、賑やかにやれてるのは。いやそうですよね、うん、どうですかテンションアテンション、うん、こちらの曲についてのこうなんか印象というか、本当に、うん、一番最初に聞いた時は、はい、なんかあこの、まあ、夏組の新曲、はい、テーマソングを聞いて、はい、あなんか夏っぽいこの花火の音から始まったりするので、うん、あ夏っぽい元気な曲だなと思ったんですけど、はい、聞き終わったら、はい、あれなんか寂しいなっていう夏の終わりを感じるような感じですよ、ね、なんだそりゃと思ってまんまと僕ゆうさんの曲に、はい、いいお客さんのリアクションしちゃって、はい、つかみ OK 終わりも OK な余韻も残しつつみたいなテンションアテンションで振り付けも相まって、はいはい、なんか見てたら楽しいのに、うん、終わったの寂しいやんってなるんですよ。花火みたいな感じですね。そうなんですよ、ね、なんかね、まさに夏を象徴する曲を作っていただいたなって。いやゆうさん本当にすごいな。昨夜のそうキャラソンもそうゆうさん作っていただいたんですけど、ね、なんか物語をこうなんか一冊のこう小説を読み終わったかのよう なんかすごいなんかストーリー性だったりっていうのが感じられるの、天才だなと思って。すごいですよね。いやありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、はい、監督ネームハリキリチワワさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井さん陣内さんこんばんは。こんばんは。いよいよ夏組リーダー天馬くん役の陣内さんがいらっしゃるということで初めてメールを送らせていただきました。ありがとうございます。どんなお話が聞けるのか今からワキワキです。お早速陣内さんにご質問です。ご質問ですから天馬くんといえば盆栽、陣内さんといえば書道、あぶね、今柔道って言いそうになった、ごめんなさい、読み間違えて柔道って言いそうになった、過去字が綺麗、渋めの趣味特技でつながりのあるお二人がなんだかいいなと思ったのですが、うんうん、もし陣内さんが天馬くんを漢字一文字で表すとしたらどんな文字になりますか。難しい質問になってしまったかもしれませんが、もしよかったら聞いてみたいです。漢字一文字ということで、うわどうですかね、はい、どうだろう、うわ難しいな。いや、いきなりね難しいですよね、はい、でも漢字一文字それこそ、はい、天馬の天ですかね、はい、なんかその突き抜けるとなんか夫っていう感じにはなるんですけれどもそうですね確かになんか、はい、天って上にあるけれども、はい、何かこうなんでしょうね、突き抜けられてない部分もあるようなイメージあるじゃないですか、はい、その天っていう感じって、はい、なんか人の上に蓋をちゃんとしてあって、そうですね、なんかそこからはみ出ちゃダメなようなところもあるし、はいはい、でも天っていうのは人から見上げられるものでもあるっていう意味で、なんかどっちにもいける、はい、要は人から憧れられる存在にもなれるし出過ぎない存在にもなれるっていうバランスが今の天馬にはちゃんとあるんじゃないかなっていう、はい、用意してました。用意してません。いや、天というその一文字にそこまで思いを馳せたことがちょっとなかったので、確かに
いや素晴らしい、いや天という一文字でございます。はりきりチワワさんいかがでしたかね。もう納得の一文字だったと思います。やった、はい、ちょっと後でじゃあちょっと漢字書いていただいて、ぜひぜひ書きますありがとうございます、はい、ということで監督の皆さんたくさんのメールありがとうございました。以上満開ファンレターでした。ここで一曲陣内さん曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。満開ステージ A3 より夏組でテンションアテンション。お送りしたのは満開ステージ A3 より夏組でテンションアテンションでした。君とまた春夏秋冬ページをめくったら。お届けしてきました A3 ブルーミングラジオステーション終焉のお時間です。ここでお知らせです。まずはゲーム情報です。イケメン役者育成ゲーム A3 は iOS、Android にて好評配信中です。現在メインストーリー第4部第15幕が配信中です。劇団員たちの新たな挑戦をぜひチェックしてください。続いてイベント情報です。2025年3月23日にカルツ川崎にて秋組単独イベント満開カンパニープレゼンツオータムパーティー2025が開催となります。チケット優先販売申し込みの締め切りは10月22日までとなりますので、ぜひご応募ください。イベント内で使用するファンレターも募集中です。イベントについての詳しい情報は特設サイトをご確認ください。そして音楽情報です。各組第9回第10回公演曲が収録されたイノセント EP シリーズ秋組が現在発売中です。さらにスポットライトイベントのために制作された12曲が A3 スポットライト LP として10月23日に発売となります。こちらに収録されている12曲は各種配信サイトでもご視聴いただけます。ぜひチェックよろしくお願いします。続きまして、満開ステージ A3 4シーズンズライブ2024を10月31日から11月4日まで東京ガーデンシアターにて開催いたします。満開カンパニーが約4年ぶりに集結し、公演を彩る楽曲をライブ形式でお届けするとともに、劇団員が組を超えて出演するミックス公演を会代わりで上演いたします。ライブ配信やライブビューイングも全公演実施いたしますので、ぜひお楽しみに。そしてライブビューイングですが、今回は初めて海外でも実施することになりました。11月3日の公演のみとなりますが、台湾の3カ所の映画館で行いますので、台湾にお住まいの方や当日台湾にいらっしゃる方はぜひ予定を空けておいてください。最後に満開ステージ A3 より CD 情報です。4シーズンズライブの開催に合わせて、エーステの2021年以降の楽曲から選曲したベスト版満開セレクションボリューム2が CD 発売、そして配信開始になりました。エーステアクト2のオープニング、エンディング、各組テーマ曲に加えて、満開カンパニー24人による新曲アブルームを収録。聴
聞き逃せない内容になっておりますので、こちらのチェックもよろしくお願いします。その他詳細は公式サイト公式 X をチェックしてください。ブルラジでは監督の皆さんからメールをお待ちしております。満開ファンレターのコーナーでは A3 にまつわる質問やメッセージ、僕酒井やゲストの方へのメールを送ってきてください。曲のリクエストもお待ちしております。メールの宛先ですが、満開アットマークポニーメールドット JP、 満開アットマークポニーメールドット JP です。概要欄にも記載してありますので、そちらをチェックして送ってきてください。そして次回のブルラジは11月3日4日5日の配信となります。気になるゲストは冬組月岡紬役の田丸敦さんです。田丸さんが来てくれます。もう僕とはね、通貨の中と言っても過言じゃないくらい、いろんな番組とかでもお世話になってる田丸さんが来てくれますので、ぜひね、田丸さん宛ての質問やメッセージお待ちしております。というわけで今月はエーステからスメラギ天馬役の陣内翔さんにゲストにお越しいただきました。いかがでしたか？いやもう酒井さん話足りないです。僕いや僕も、うん、ぜひ飲みにそうなんですよそうなんですよ、今皆さん聞きましたね。はい、はい、赤澤はちゃんとあの、はい、約束を守ってもらったってこのね、はい、ブルラジでも言ってたんで陣内も約束を守ってもらいたいと思います。いやぜひぜひ、いや本当にたくさんあの楽しいお話聞かせていただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。4シーズンズライブも、はい、ぜひぜひ、はい、頑張って頑張りますください。皆さんね楽しみにしてると思うんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは A3 ブルーミングラジオステーションはここまで。お相手は佐久間咲夜役酒井光大とエーステスメラギ天馬役陣内翔でした。バイバーイ。の知って